皆さんこんばんは。ファッションチャンネル笹の葉きららの一人旅チャンネル、今回で75回目になります。今回は長崎県の佐世保をご紹介させていただきます。それでは今回もよろしくお願いします。ということで、ファッションチャンネル笹の葉きららの一人旅チャンネル、今回で75回目になります。今回は長崎県の佐世保をご紹介させていただきます。佐世保駅の近くの港とか、あと佐世保バーガーを食べてまいりましたので、その様子をご覧くださいませ。それではどうぞ。ということで、長崎県の佐世保お届けいたしました。いかがだったでしょうか。本当ちょっとしか港のあたりと、あとバーガー食べるぐらいの観光だったんですけれども、日によってはその駅前の港に、佐世保港に軍艦とかも泊まってるみたいで、またちょっと遊びに行きたいなと思いました。それではまたお会いいたしましょう。バイバイ。